ルキウス・カルプルニウス・ピソ・カイソニヌスは、紀元前2世紀後期の共和制ローマの政治家、軍人。紀元前112年に、執政官を務めた。ピソ・カイソニヌスはプレブスである、カルプルニウス氏族の出身である。最も古い氏族の一つであり、第二代ローマ王ヌマポンピリウスの息子、カルプスを子匠としているとされる。カピトリヌスのファスティの該頭部分は欠落しているが、おそらく、 祖父は、紀元前180年の失政官、ガイウスカルプルニュースピソ。父は、紀元前148年の失政官、ルキウスカルプルニュースピソカイソニヌスであろう。ピソカエソニヌスの二重国能面を持っていることから、祖父ガイウスがカエソニウス氏族からの養子に入ったためとて思われる。ウィッリウスポーの要求事項から逆算すると、ピソは遅くとも、 紀元前115年にはプラエトルを務めたはずである。ピリエネで発見された碑文から、この時、アシア属州の総督であったと考えられる。紀元前112年、ピソは、執政官に就任する。同僚は同じくプレブスのマルクス・リウィウス・ドレススであった。執政官としてのピソの活動として知られているのは二つ、だけである。クレタ島の都市国家であるイタヌスと、 イエラペトラの境界線を定めたこと、ギリシア人の職人組合を認めたことである。時期は不明であるが、ピソはガイウス・クラウディウス・プルケルに属州での権力乱用で訴えられている。ルキウス・リキニウス・クラッススが弁護人となったが、裁判の結果は不明である。紀元前107年、ピソはガリア・トランサルピナ属州総督となった、失政官。 ルキウス・カッシウス・ロンギヌスが指揮するローマ軍のレガトゥスとなった。アルプスに住んでいたヘルウェティ族はガリアの南西部に移住することを決めたが、ロンギヌスはガロンヌ川沿いの都市アジャンでこれを阻止しようとした。あるいはローマ軍はヘルウェティ軍を海まで追ったという。結局ローマ軍は敗北し、戦死者の中にピソも含まれていた。ピソには同盟の息子がおり、 紀元前100年頃に加えストル、その後に法務官を務めた。孫は紀元前58年の執政官、ルキウスカルプルニュースピソカイソニヌスでカエサルの義理の父となった。カエサルは妻の祖,祖父であるピソを殺したヘルウェティ族への復讐を宣言し、これがガリア戦争の発端となった。ありがとうございます。